社長お疲れ様です。お疲れ様です。社長、はい、今日はこれどうしたんですか。今日はですね、はい、この寒い中東京ビッグサイトへ。あ、ビッグサイトですね。はい、来てます。はい、すごいですね。先週はオートサロンに行って、で今週はビッグサイト。すごい。俺 なんだ今日、俺今日今日なんで来てんの俺。実はよく分かってない。よく分かってない。あの二平さんいいんじゃん。あ、はい、二平さん何度か出ていただいた。ちょっと二平先輩が来いと。あ、ビッグサイトに来いと。来いと。はい、でまあ多分二平さん、はい、ほら宝石系の仕事してるじゃん。そのなんか展示会っぽいんだ、はい、二平さんが言うにはね。じゃあちょっと その国内最大規模の規模というかもう最大らしいんですけど。最大なの。最大らしいです。国内最大の、まあ、宝飾店。宝飾店、はい。まあ、じゃあ行きますか。ちょっと楽しみに行ってみましょう、うん、じゃ行きましょう。はい、はい、あ国際宝飾店、はあ、あこちらね。第35回こちら東看板ありましたね。ちなみに社長の今まで あの結構宝石とか興味あるんですか。宝石あんまり、まあ、ダイヤとかはほら持ってるけどさ、その、はい、ほらネックレスについてる、まあ、とかね、あんまり詳しくもないし、はい、宝石が好きってわけでもねえんだよね。だからそのブランドのなんかとかそんなんでさちょっとついてるみたいな。そうそうそう、ネックレスにダイヤキラキラのがバババってついてるみたいな。そう、時計についてるとかさ。あ、そうです、ね、その程度で。そのキラキラが好き程度みたいな。そうそうそう。二平さんとかだと分かるんだよね、これいいやつだとかさ。ダイヤの中でもそうクズだとかさ、はいはいはい、あるわけ。これ全然分かんないもん社長ちょっと二平さん相談してみようかな。なんかダイヤモンドを、はいはい、買うなんてのは誰でもできるわけじゃん。そんな誰でもできる感じなんですか。できるじゃん。いや、まあ、お金さえ出せば。ああそういうことですね。だから別にさ、はい、買おうと思えば買えるわけじゃないから、はい、ダイヤモンド掘り当てるとかできないのかな。掘り当てるなんかどっか行ってさ、はい、鉱山みたいなとこ行ってさ、ちょっとこっち行ったらダイヤモンド掘り当ててみた。掘り当てたい。緩いよねこれ。あ、これ社長、はい、この前作ったあの例のこれまた違うんですよ。これシューサージョンですよ。そうですよね。ああ、この前っていうか、そう、そう第1回の作ったわけ。アメリカの、ね、シューサージョン80万でしたっけ。80何万だけど、ね、今上がったらしいよこれ。え、さらに上がったんですかこれ。今100万ぐらいになってるらしいよ。あ、でも結構履かれてるんですよ ね色結構意外とね、かっこいいよねこれ。いや、めっちゃさすが安定の80万円を感じます、ね、そうそう。めっちゃタバコ吸ってんじゃんね。あ、やばい、禁煙の社長にはやべえ、あ、やばい、タバコ吸いてえな。哀愁が漂ってますよ社長タバコ吸いてえな、はい、禁煙も2ヶ月3ヶ月ぐらい、うん、3ヶ月経ったよ。耐えちましたね、うん、あ、これか入り口。あー、すっげえ豪華。もう入り口から。あ、二平さんいた。あ二平さんいた。お疲れ様です。お疲れ様です。二平さん仕事モードだから今日今日すごい仕事モードの仕事モードヘイブレンサーがあるあ、いえ、やってもらってます、はい、あ、入場入場インフルエンサー部門であ、じゃあ入場で入場で。うわ、すげー。え、ちなみに二平さんどれ、はい、今ここなんですよね。今現在地ここ入ってきたんです。はいはいはい、一応ここです。あ、なるほど、はい、ジャカナジャケナジャパン。これは何ゾーン。このあ、ここは二平さんゾーンは。ここはですね、あのいわゆる日本の主、うん、まあまあうち家が別に大したことないですけど、日本で割と、うん、大きくそのいろんな人と付き合ってる、まあ結構古い人たちがここのゾーンにいるんですよ。あ、じゃあもう結構有名どころなんだね、業界ではね。そうですね、そうですね、はい、もうだから入り口からもうやっぱブースも大きいです、ね、まあここはもうやっぱり、はい、あの久山さん大きいですね、はい、でもほらジャガナ、ジャケナ、ジャパンもでかいですからね。でかいよ、やばいよ。でかいですからね、比べて、はい、もうジャガナ、ジャケナ、ジャパン。ジャガナ、ジャガナ、ジャパン。言ってないじゃん言ってないじゃ ん, じゃん。さすがに付き合っていて言えられないなるほど、なるほど。で、これ実はあの横浜でも神戸でもやってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ただ規模はこの720社集まるのはこの東京だけなんで、はいはいはい、はい、一番でかいんだね。うちはもう一極集中で1年間これだけにしか出してないです。なるほど、なるほど、はいはい。これこういうこのお店はこれを売ってる、はい、そうです、売ってます。売ってる。ただやっぱり、業者さんに対して売ってますけど、一般のお客さんですよね、じゃないですもんね。じゃなくて、うん、そうです、あの小売店さんのってことはまとめて買ってねって話だ。そういうことです。なるほど。まあ1個でもやっぱ売っちゃうんですけどね。それとまあその小売店さんがお客さんを一緒に連れてきちゃって、あ、そこで自分たちで在庫しないでスルーして売っちゃうやついるんですよ。はいはいはい、はい、だからそういう、そうか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 、そういうこともできちゃうんですよ。なるほど、そうだよね。まあそうだよね、在庫したくないもんね本当。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。
ップで、はい、うちがあのここ来るじゃないですか。ジャカナザキナジャパンっていう名前で登録はしてるんですけど、うん、うちはまあそのブランドのリリーダイヤモンドっていうところで、うん、いやね、俺2位忘れちゃった、来てくれ、忘れちゃった、俺2位忘れちゃったっすよ持ってんすよ俺、リリーそうです、持ってんすよ、そう持ってんすよ、忘れちゃったよ俺、 ここがうちのブースです。あ、ほらほら、はい、すごくないこれ、はい、え、何すごくないですかこれ、兄さん、これはあの並んだやつですね。で全部あのユリトランのカットでこうネックレスでバーッとこう作られてるデコネックなんですけど、 うちはあのここではあのお客様にちょっとその即売はちょっとできなくて、うん、これ誰に売ってるんですか。これは小売店さんです、うん、あのいわゆるデパートラとかで、そういうことか。これを1個買いたいって言っても、まあ、本当は売りたいんだけども、うん、売れないです、うん、僕らは売ることはできなくて、え、なんで。だそのリリーっていうブランドと契約してもらうことが先なんですよ。だからうちは売り方は A っていうその小売店さんとかデパートと契約するときに、ある程度この G ケース1本ぐらいの商品を買って在庫してくださいねって言って始まるんですよ。なるほど、あ、そういうことか。 そのための提案型、うちは提案型のブースなんで、うちはだからプライスつけてないのは見るだけですよ、まあ、リリーってこういう世界観です、ね、じゃあ値段はこれ非公開なの。非公開です。非公開、あ、まあ、本当はプライスあるんですけど、あるの、あの非公開、言わない方がいい、ね、いやいや全然大丈夫です。ちなみにこれで、6000万ぐらいです。おー、怖えちょっと6000万すんだ。でもレベルトよりは安いです。レベルトより安いSVJ より安い。 SVJ より安い。全然全然安い。もう大したことない、大したことない。やっぱ世界のランボルギーニは勝てない。でもレベルトと同じようなやつもありますよ。あります。ありますよ。これはあの、そうですね、この左 の, や左の指輪は10キャラットあるんですね、はい、あの真ん中に仕上げて、はいはい、あれが8000万します。本当にこれ、はい、左の指輪、真ん中の石だけで11キャラットあるんです。これはない、これダイヤ、これキュービックです。キュービック、はい、キュービックって何ですか。ジルコみたいなものですよ、ね、いわゆるあのこういうカットをしてますよっていうのを示すためにこう大きくやってるやつです、ね、はい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 、はい、カットが実はあの世界特許取ってるんですよ。あ、これ実はリリーが、あ、そうです。でこれも実はこの指輪がこの、うん、キュービックジルコニアのカットになってるんですけど、うん、要はエメラルドカットじゃなくて、うん、85面体持ってるんで、うん、要はそれを石でリアルな石だとやっぱ10キャラでも小さいから分かりづらいので、うん、こういう風に大きくカットになって、こういう風になって、そう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 、こういう風になってますよっていうモデルなんですね。ミスタードッタンが持ってますんで、彼が今日イスラエルから来てます。こういう人は削る人、そうです、それで彼 あのお父さんから彼を含めたファミリー5人し かこのスペシャルカット、うん、あのできないんだ。ユリトランのカットとか、うん、ルイ・ヴィトンカットって言われてるやつとか、うん、DD カットをやるのは彼らです。彼しかできないです。ちょっと修行行ってこいよ、カット、カット、うん、イスラエルへ行ってカット職人になる。どう、会社で職人として来ていく、全然いいです。あ、ありだよ。ちょっとうちのあのちょっとスタッフをご紹介させてもらってもいいですか。お願いします、はい、あすいません、あ、すいません、冒頭です。お願いします、お願いします、はい、どうぞ。うちの人こあれです。あ、すいません、あ、太田です。あ、お願いします、お願いします。やっぱりさ、あのこの二平さんもそうだけどさ、こういう仕事してる人って品がいいね。いや品が違うね。いや違うね。足早とは違うな。ちょっと、まあ、いやいやいや、後藤です。お願いします。ちなみに銀座では、なんてお店なんですか。あのディアースっていう、あの、あ、これはダイヤモンド、アースって、まあ、地球じゃないですか、うん、でダイヤモンドって地球の恵みでできてるから、うん、ダイヤモンドアースなんですね、本当は。なんですけど、ワインはなんで入れたかっていうと、うん、自分の名前がヤスシだから。なるほど。ワイン入れてるんですよ。そういうことか。いやいや、そうそう。だから勝手に入れるんだったらそれでディアースっていうのがあるんですよ。で、銀座店と、はい、どこだっけ、御徒町。そうです。御徒町は本社なんで、本社お店じゃないんですけど、お店は錦糸町ですね。はい、リリー欲しい人は、そうですね、まあ、ゴッチチャンネル見たで、多少ね、多少ね、ヤスが。もう全然やっちゃいますね。やってくれる。社長が言ってるんで間違いない。もし、ね、よかったら、はい、中どうですか。あ、中もすごい。あ、まあ、今日でもブースのねちょっとオブジェというか、あ、こういう感じで可愛いじゃないですか。これで1個のダイヤモンドが止まってるんです。どういうこと。ダイヤモンドの普通丸とかじゃないですか。それがこの形になってるんですよ。繋いでないってことで、繋いでないです。1枚ものみたいな。 それでこれがだから逆に言うと尖ってるタイプで、こっちが丸まってるタイプです。それでランとユリなんですよ。
はい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 、なんで、はい、まあ、ちょっとここは YouTube だと P にしておいてもらうんですけど、まあ、世界のトップブランド、うん、まあ、トップブランド、うん、まあ、要は、うん、が扱ってるんですよ。ああ、はいはい、こういう、そう、モノグラムじゃないですか。確かに、そう、うん、あの、これですよね。あ、そうです。あ、そうだ、そうそうそう、そう、ね、なんか見たことあるな。だから2007年からだ、うん、がこのリリーのダイヤモンドを、はい、扱ってるんですよ。あ、そうなの。それで有名なんですよ。似せてるんじゃないですよ。あの、要は似せてるんじゃない。偽物じゃない。パクリじゃないよ。パクリじゃない。これをもうズバリ、その今が取り扱いましょうっていうことで完全契約して、これで全世界のブティックに必ず1個以上はこの指輪が置いてあるんですよ、このカットが。これの日本のうちが輸入元の権利を買ってるんで、なったんで、はいはいはい、それをこう発表してるんですよ。でそれでうち有名だっていうのもあるんですよ。なるほどね、はいはい、だからこれビデオ見てもらうと、これ真ん中がワンストーンなんですよ。なんかそのって言われたら、あ、確かにこれだって思いました。確かに、うん、だからそのリリーっていうのが世界で有名だっていうのもあるんですけど、はいはいはい、あの、このカットは特に有名ですね。へえ、うん、これもすごいね、また なんだこれ、すごいね、これ。兄さん、これどっちが高いんですか。これはですね、右の方が高いです。右のが高い、はい、お、クゼさんが来た。あ、やばい、うううう、あの、あ、後ろ、後ろ姿、 NG な 顔出し、ちょっと顔出し外国人にもお構いなしなんですね。お構いなしでしょ。もう普通に日本語で喋ってます。イスラエルに、イスラエルの人に、ちょっとうるさいんですよ。うるさい、うるさい。天然じゃなくて、いや、わかんない。すごい聞いてて、音量が高い。ちょっと出たいでしょ、出たいでしょ。ちょっと出たい、出たい、出たいんだよ。面白い、あのね、ちょっとね、あの、いや、で、要はさ、出たいでしょ、でっかい声で。いや、もうガンガン落としてるから、あれだけガンガン落としてる。俺は、いやいや、もう後ろよ、もう。あれ、じゃあ、いや、ミスタードッタにちょっとご挨拶して、そうミスタードッタ、そうミスタードッタ、ご挨拶して、いや、そう、だから、今、いや、してないの。だから、じゃあ、ご挨拶して、全然打ち合わせ中。ビジネスカードで言ってください。ドッタンバッタ、ドッタンバッタ。ドッタン、ネクストシーン。ああ、すいません、ありがとうございます。後藤、はい、ドッタン、お願いします。クゼ、ミスタークゼ、ミスタークゼ、クゼ。ヤマトが通訳して、あの、ちょっとドッタンがダイヤモンド の、 そのイスラエル の、 あのちょっと話をしますので、はい、すごいから、このダイヤモンド、マジで。ちょっと、あの、違う、ピスタチオはまあいいから、あの、ちょっと、あの、いいね、ちょっと早く。いや、これ全部自分のところでパーブで持ってきたそうなの。持ってきたんですね。あ、そうなの。ワインもそうなんですよ。あ、そうなんだ。ワインもね。これワイン is also Lily wine。 あ、リリーワイン。リリーワイン。あ、本当だ。あ、すげえ。ワイナリーも。ワインも作ってるの？作ってる。リリーはドッタンのブランド。ドッタンのお父さん。ドッタンのお父さん。そうです。まあ、お兄さんもいて、まあ、おじさんもいて、まあ、みんなでこうファミリーでやってきてるんですけど、やっぱりリリーダイヤモンド自体はもう世界で、もうお父さんの時、その前から。世界ですごい有名なんですよ。第二次世界大戦後にユダヤ人がそのいわゆる定着する場所としてできた国がイスラエルなんですね。あ、そうですね。そうなんですよ。彼らはもともとそのギルドに加盟できなかったんですよ。ギルドっていうのは第一次産業、第二次産業みたいな、今日本の農業とか、うん、そういう水産業なんですけど、まあ、そういった仕事に携われないから、氷菓子だとか、うん、お金貸しだとか、うん、そういった仕事にやれって言われたのがユダヤ人の宿命だったんですよ。ですよね。で、それを利用して金とかダイヤモンドとか、はい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 、そういったものもビジネスになるぞっていうふうに考え出したのはやっぱ彼らが起源なんですよ。へー。それでダイヤモンドをそのいわゆるもっと磨いて綺麗にして価値があるものにしようと考えたのもやっぱユダヤの人たちなんですね。はいはいはい。ドッタンはユダヤの人。そうです。だからそのイスラエルで、それでましてはその第二次世界大戦でダイヤモンドカットファクトリーとして工場ができた会社としては非常に老舗の会社なんです。うーん、はい。なので我々業界の中ではリリーっていうと非常に有名だし、はい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 、なかなかでもみんながこう取引できるような会社じゃなかったんですよ。で、日本のその総代理店は、そうですね。それで、あの、まあ、日本は、まあ、お前任せるよってことでこうやらせてもらったんですよ。はいはい、なるほどね。ニエさんすごいっすね。いや、全然、ね、いや、ね、全然、でもね、ドッタンバッタンだから。ドッタンバッタンだ
それ悪口だよ分かんないと思って。そうそうそう、いやそれ訳さなくていいから。訳せないじゃん。訳せないじゃん。でも なんか聞きたいことありますか。ただダイヤモンドのなんかことでなんか、じゃあ僕ね、ハリー・ウィンストン、いや僕出てんじゃん。ハリー・ウィンストンすごく大好きなんですよ。大ファンハリー・ウィンストンだけど、そのハリー・ウィンストンとそのリリー・ダイヤモンド、そのいわゆるダイヤモンドのクオリティっていうのはどう違うんだろう。Everywhere and it can be from the same manufacturer house. とにかくトップクオリティのダイヤを作るためには原石がすごく大事ですね。まあね、そのどの原石を買い付けるかっていう、その仕入れのところのメッキがないと綺麗なものになる。なるほど。でももちろんメジャーなブランドも同様にそういった流通は掴んでいるし、取引先っていうのは多いと。じゃあ何が違うんですかっていうと、やはりそこはカット。カットだ。はい、カットの技術で差が出てくる。レギュラーストーンといわゆる、いわゆるラウンドカットとか、そういったものっていうのはそういう意味では一緒になります、ね、究極を言えば、まあ、同じクオリティをどこもハイブランドをみんな出すことができる。そこでこう設定した時には、じゃ何が違いますかっていうと、そのパテントのカットを持ってるところ、ね、それが特徴になる。 I'll give you example. でもダイヤモンドは究極いいものは糖質的に綺麗なので、やっぱそこはブランドだから特別なダイヤを使ってるか否かっていうことではないっていう。ただリリーの強みはその5種類の世界特許を取ったカットを持ってるから、それですごくやっぱり知られてますって言ってね。ほら久住先生も今日やってる。これクリスカットなの。クリスカット、これが1個の縦長なんですけど、85目のファセットを持ってるんですけど、それで全部ブレスレットにして、実はこれサイズもグレードもカラーも全部一緒なんですよ、それで全部で約14キャラットオーバーぐらいになってるんですよ、うん、もっと簡単に言うと、まあ、ハリー・ウィンストンとか、まあ、よくこう言われてブリリアンカット、ブリリアンカットっていうのは58面体なんですよ。それをこれ85面体、これ世界特許を持ってるから、これリリーのねだけですよね。クリス・カット特許を持ってる。見た、綺麗に見て、うわすっげーじゃん。これさ、実はちょっと外すと分かるんですけど、実は今これ久住さんのやつをこう並べるじゃないですか。ダイヤは実はあれなんですよね、グレードはそんなにすごい差がないんですよ、なんですけど右側はエメラルドカットです、通常のまあ、いわゆる四角でいうレギュラーカットなんですね、はいはい、でこっちが今ドッタンの方で、いわゆるリリーでの世界特許を取ってるクリスカットなんですよ。そうすると85のファセットを持ってる方が白くてこうなんですか、キラキラしてる。確かに確かに。これを言うのがリリーの真骨頂なんですよ。できるんですよ。じゃあちょっとこれ久住先生のやつちょっとじゃあしてみる、うん、まあでもね、うん、意外とずっしりした。ずっしりしてる、うん、でこれね実はホワイトゴールドとかじゃないんですよ。プラチナ950なんで、これで、ね、誤差なんてもうちょっと短くて大丈夫ですよ。でもこれめっちゃめちゃ光ってるんですよ。おすげえね。すごいですよ。でこういうの実はここで見てると同じものがあるからどれがいいかなと思うじゃないですか。でもこれを一般のお店で探そうと思ったら日本だと売られてないです。だから これだけのいわゆるグレードとこれだけのそのいわゆるダイヤを使った、例えば10キャラットオーバーとか、例えばもう15キャラットぐらいありますよっていうのを探そうと思うとちょっとないんですよね。これで今だから定価だと、だからこれは1600万ぐらいするんですよ。そうです。でもこれがただ一つ、これは久住さんも選んでもらった理由はやっぱりクリスカットだったからなんですよ。そうそうそこそこです。でこれ実はエメラルドカットだったら逆に言うといつでもいけるんですよ。だけどクリスカットっていうのは彼らファミリーが一生懸命一個一個カットしてる、まあ、ちょうど今後ろにこう画面があるんですよ。その真ん中のやつなんですよこれね。そうです、クリスカット、クリスカット、はい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 、でヨーロッパのクリスカットっていうのはすごい有名なんですよ。それをこうブワーッと使ってる。これがちょっと今ひな型なんですけど、5月の14日にこれ発売なんですよ。でこれね、実はこれバングルじゃないですよ、ブレスレットなんで。うわすごい、やばくないですか。これだからこういう風にリリーがカットしたやつって一目瞭然で綺麗なんですよ、うん、で一応これがマスターピースなんですよ、うん、っていうのはこれが20キャラ以上なんですよ。でこれプラチナなんですよね。本当はこのぐらい幅広くなって重たくなったらこのぐらい時計と同じようにちょっと緩めぐらいが一番いいんですよ。こういう感じ。あーかっこいいね。ちょっと動くぐらいで、まあまあもうちょっと、まあ、もうちょっと緩くてもいいよね。これでトータル20キャラプラチナ950なんで、すごいねこれ。これまあまあこれは結構持つと重たいですやっぱり。
これでいくらですか。これで、あ、これはもう あれです、マスターピースなんで定価ついてます。これで今3400。3400万円。あの、全然怖いから乗って。で、で、裏勘ぐらいか。裏勘ぐらいです。確かに裏勘ぐらいです。で、これは実は20キャラなんで、これがもともとリリーが作ったやつなんです。それに対してこの下のシリーズを作ろうじゃないかって言って2024年の新作として出たやつがやっとサンプルで上がってきたんですよ。これがね、そうです。それで、これがミディアムで、これがローなんですね。で、これが15キャラ。これは何カット。これはエメラルドカットと、カットと、カットとアッシャーカット。あ、これ長さちょうどいいですよ。あ、なるほど。これいいね、ちょうどいい。これちょうどいいです。15キャラット使って2列に配列するんですよ。あの、要はエメラルドカットと、あの、要は、アッシャーカットって何が違うのって、長方形を正方形にしてるのをアッシャーって。アッシャーね。そう。じゃ正方形と長方形が交互に入ってるんですよ。造形とか、その石が綺麗だって言ってるけど、実はジュエリーっていうのはダイヤモンドを止める職人の腕でもあるんですよ。うん、で、実はこれ、他の人やったらこんなに綺麗にならないんですよ。へー。で、真っ平らにしちゃいけないんですよ。1個の上になったり下がったりすると、そこ黒くなっちゃう。確かに。光らないですよ。触るとわかる。そう、あ、絶対光らないんですよ。触ってみて。ほら、本当だ。これで、昔はこういうのやると、必ずここのところブレス、背びろいっちゃうんですよ。こうやってビッて。で、これ、それもなくなるように、隙間がないように開くのを最小限にして曲がりを作ったんですよ。これやばいです。これ指輪ですよ。これもプラスチック。これはまあサイズオーダーなんですけど。すっげえ光ってる。つか、真っ平らっすね。真っ平らっす。で、これがね、ちょっと自信ありますよ。このブレスとこの指輪は正直言うと、いいね、他のブランドは今、坂田自身も多分一緒、同じもの絶対作れない。作れないね。これグリーンってなんないですか。グリーンって。あ、めくれちゃうってこと。そう。あ、ないですね。ないよ。これは絶対ないです。いやー、確かに光り方はすごいですね、これ。はい。坂田さん、YouTube 出たくないとか言ってるくせに、このインフルエンサー枠で来てる。あ、本当だ。インフルエンサー。気づけばインフルエンサー、あれ違う。これなんで、なんて書いてある、これ。あ、デザイナー。ほら、デザイナーだもん。あれ、おかしいぞ。あれ、デザイナーやっぱ出たがりだ。違う。はい、また、じゃあ。あ、よろしくお願いします。また、じゃあ、あの、近いうち。ありがとうございました。あ、そうですね。ごめんなさい、失礼します。はい、ありがとうございます。ということで、社長。はい。深いね。深かったです。ダイヤは深い。あんまり見れなかったという宝飾店。まあ宝飾店というよりもむしろ二平さんに会いに来たみたいな感じですね。リリーのね凄さを伝わったんじゃないのこれで。またねこういうイベントあればちょっとね突してみたいと思います。そうですね。ちょっと今後もイベントに突していきましょう。はい。はい。お疲れ様です。はい。